どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。モルテンブレインランド2、脳のオーバーヒートということでしょうかね。で、説明文に This level is dangerous って書いてるんですよ。まあそうでしょうね。このスープボールさんという制作者、とてつもないバグを作る人なんですよ。ということはプレイヤーの脳をオーバーヒートさせるようなコースが待っているんじゃないんでしょうか。まあ私はどんなコースでも常にオーバーヒートを起こしているんですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.04%。 そういや今日この後実家に帰って家族と一緒にご飯を食べるんですよ。いや誰しもが実家で食べるご飯で好きなものってあるよね。いやみんななんなんかなと思って、うわー開幕生ゴミ。ほらね、速攻来たでしょバグが。この制作者さんはね、こういう人なんですよ。そんなに生ゴミを散らかすんじゃないよ。生鮮もダメだよ。僕は実家でオムライスを食べるのが好きだったね。母親がいなかったから父親が作ってくれてはいたんだけど、ザ男飯っていう感じのオムライスでさ、待ってシェフ顔負けなんじゃねっていうぐらい美味しかったね。まあ実際僕の父親はシェフなんですけどね。何俺が得意げになってんだよ。脳じゃねえんだよ。でさ、お父さんはオムライスに自信を持ってたんかな。 YouTube に作り方の動画を上げてるんだ。いやすげえ可愛いなと思って、待て待て待てんか。しかもさ、意外と再生されてんのよ。10万近く再生されてるから、負けた気分になってますね。いつになっても父親の背中はでかいもんだなと認識しました。お前は小さくなれよ。だからこの動画を見てる子供の皆様、いつまでも父親を尊敬するような素敵な大人になってくださいね。今いいこと言ったばっかりじゃんか。リンクの言葉で全部台無しだって。勝手に爆発してくれたね。ならこのピースイッチで発動すればいいの。発動して何も起こらないじゃん。じゃあ先に進もうか。パピュー。まあ世の中には全ての父親がいい父親っていうことでもないもんな。うん、これ以上言うのやめておこうか。なんか変なこと言ってしまいそうだからさ。じゃあ P を発動しの左に行きます。でこの上は道具に何もない。道具のレート乗っていいのかい。ちょ、ドクロ、ドクロ様。もうほんといつも雑談ばっかり。こんな自分が嫌になりますね。僕はもう雑談やめようかなと思いますよ。俺は右に入らなくちゃいけなかったのかな。まあいいか、一旦このツタンが出てきてるからこっちのドアに入っていこう。もう進める方に進まんじゃ。あー、中間あるじゃん。よっほほほほほし。素直に取らせてくれる優しい制作者さんだね。この極悪非道者。ここ絶対隠しブロックあると思うじゃん。この上は片栗粉が1個か。なんか違う実況者が乗り寄せてしまいました。すいません。これはあー、似合った。片栗粉取ろうね。絶対バカにしてるでしょって思われるよな。いやそういうわけじゃないのよ。ただネタにさせてもらってるだけなのよ。さあ、デカキノコ取った。上に行くやつがいるか、バカチンコ。ただ私見逃しませんでしたよ。このピースイッチの裏に雲が隠れてる。だから左に逃げるんだ。そして下に行けば問題ない。このデブ。そういや最近思うんだけど、僕のオフ会まであと1ヶ月とちょっとですね。もうすぐにやってくるよ、1ヶ月とかさ。まあさすがの私も少し緊張してきましたね。その反面楽しみではあります。これデカキノコ取っていいの？ダメじゃねえか。デカキノコを見過ごした後にすぐに上に行こうじゃないか。上なんか書いてるね。はいって書いてるか。たまにははいどうもこんにちはをイケボ風に言っていこう。はいどうもこんにちは。キメ、誰か声を交換してくれ。そもそもガチな話をすると、自分の声が苦手だから実況を始めたっていうところがありますからね。この声を少しでも受け入れてもらえたら自分の声に自信が持てるかなと思って。チャンネル登録よろしくお願いします。誰がするかそんなの。やめて。でもチャンネル登録はやめないで。下にリンクがあるでしょ。あのリンクを取らなきゃ左に進めないと思うんだよな。針ばっかだから右の方で取ってみようか。あ、右の方だったら一回フェイントをかけれるんだね。さあこれで先に進めることができます。ここ下とかは、おいおい、そんなところにあることは分かってんだよ。俺はダメるんだよ制作者。まだ何があるかもしれない、気をつけろ。ここは何も落ちてこないのね。さあ下に行きます。でドアに入るためにはアイテムが必要。なるほど。このカロンの氷でいいのかな。右の50個以上左ちょっと空いてるけど大丈夫。ここで、あー、タイガーにせんか。右に行ったらダメってことは左しかない。アイテムが隠されてんじゃないのか。ここね、何もないじゃねえか。レッキー、レッキー、どうしてどうしてどうしてよー。
意外と強烈なバグばっかりっていうわけじゃないんだな。いやバグはめちゃめちゃあるんだけど、なんか乱用しまくってないっていうか、左壊しておけ。いや石橋出てくるんじゃない、ガードしておこうか。わこのバグマシンか。お遊びはもうやめだ、さっさと洞に入っちゃおう。ただもう少しお遊びさせてくれるような罠があってくれてもいいですけどね。中間頼む、中間取らして中間え、何これ、何度もワープすんの。もう意味わかんねえことすんだって、こんなお遊びはいらねえんだって。左は頼む、これさ準備した瞬間にジュリエット、待っててくれジュリエット、必ず迎えに行くから。日本で素晴らしい言葉があるんだ、急がば回れ。その言葉を信用していこうじゃないかジュリエット。行くよジュリエット、ジュリコーロビオマルオみたいに言うな。なら私はどうすればいいんですかね。こいつは鍵、下に行った瞬間左で逃げてみようか。これで中間は取れる、頼む取らして。トロカンのかい。まあまあ全然いいですよ、ここからやもんね。さあここで鍵を取りろ。あ、この子たちはいなくならないのかな。あ、僕どうやってやられればいいのかな。頼むって、ここで最初からやり直しはないよな。これはガマなのかい、それともわざとそうしてるのかい。意味わかんないことすんな。戻ってきたぞ。お父さん、この後僕はご飯に食べに行くよ。あなたの息子ユータがご飯に食べに行くよ。喉ガラガラで行っちゃってもいいかな。喉飴準備しといてねお父さん。テイクアブレイク、うん、優しいねお父さん。休憩しろってことかな。どっかの土管に入れる、そんな寒いダジャレはいいんだよ。さっさやりだせ。なら左のドア行こうか。右の土管はマジで意味なかったんだろうな。さあ右上に矢印って書いててハテナブロックで、左には行けそうにない。ここなんかあるんじゃない。リンク、どこ。何をすればいいか全くもってわからんぜ。ただこのリンクを取らなきゃいけないっていうことはわかった。で右のハテナブロック叩いてみようか。あ、左か。これで左のオンオフをして下に降りますと、で右のブロックを壊さなくちゃいけないと思うけど、こいつが絶対来ると思う。だからすぐ上に逃げておこうか。はらー、てめえの思考はもうすべて分かってんだよブラタよ。ここでガードする、そうしたら右のブロックは壊れて先に進めるということですね。さあなんだこの怪しいな場所は。ここはコインで、でこの上がなんだそれ。あ、わかった、このデカキノコを取ってドアに入っていけっていう感じなんじゃない。ここの引っかかり方が僕分かりませんけど、でかえ、なにこれ、これ降りてっていいのかな。なんだよそこに土管があるなんて聞いてねえって。なんて書いてるこれ、うーんみたいな感じでしょ。で次は、なんかバグってるバグってる。 CP1、 これ CP1 とかなくない。もしかしてこっちが正解っていうパターンですかね。さっきの CP1 と似てるようなところですけど、で一回戻された、でさっきのブロックのところに、はぁ、え、マジで中間戻し、右開く、右開くじゃん。よし絶対こっちで合ってると思うよ。ほらほら、5つ OK。 さあこの次は何を見せてくれるんだい。ちょっと待ってくれよ、その先何もなかったんじゃなかったっけ。中間戻されてなんか変わってると思ったけど、意外と何も変わってなかったわ。じゃあ上ボタン押さないで降りる。でこのブロックどうやって壊すんだっていう話なんだけど、なるほど、敵が出てきてくれんのね。ドキャデクロボーガー、鉄球に当たってそのまま右ダッシュでいいのかな。それで抜けれる、抜けれるじゃん。さあゴーリをそろそろ見せてくれ。ジージー、ゴーリをその姿を我に早く見せてくれ。お前は誰だ。一度見ればもうこっちのもんよ、何度もそんな罠に引っかかると思うね。さあこのバネに乗っちゃっていいのかい。上におじいちゃんがいるのかい。じいちゃん、じいちゃんの上場所。はい、私ここでジャンプします。ただバネに乗らないようにジャンプしよう。で一旦ジャンプしてみようか。するとバネが上に上がってくれたね。でもっかい上げてくれるのかな。で右押しっぱ、そしてこっからだよな。もっかい降りてみようか。そしたら裏にドクロリフト。さあジジイを見せてくれ姿よ。ジジイ大丈夫か。ジジイジジイなんかジジイとか
口が悪いこと言っちゃってすいません。まあいつもこんなんじゃないんだから、もういいってこと。なんかさ、こんなにバグを使いよったらゴール前最後なんかあるんじゃねえかなとか疑ってしまうよな。大丈夫か、フォローさせてくれる。やったいや難易度がちょうどよくって楽しいバグコースでしたね。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、一発ネタシャープ59。説明文に難易度星3つ、ウサギの気持ちになって心がピョンピョンすればいけます。何を言ってるんでしょうかね、この制作者さん心がピョンピョンすればってなんだよ。まあサムネを見る感じ、上にフラワーがあって下に丸々があるよね。上のフラワーを取っちゃいけないっていうコースなんじゃないかな。ただ下の丸々踏んだら上のフラワーに当たっちゃいそうな気するんだけどね。ギリギリ当たらないように跳ねろっちゅうことなんやないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.43%。 まあフラワーを取っていいんだったらめちゃめちゃ簡単だと思うんですよね。でゴール条件が1回もダメージを受けないでゴール。え、全然意味がわからん。一回もダメージを受けないでゴールでしょ。じゃあこのフラワー取っていい？いや絶対ダメだよな。この先行き止まりだと思いますよ。っていうか意外と長くない？これ、先なんもないんかい。これで上に行ったらいけないっていうことがわかったね。ならどこで跳ねるかよ。丸々と丸々の間ぐらいがいいんじゃない？はい、ダメ。いや絶対合ってると思うよ。一番高い場所だったらフラワーに当たっちゃうから、この丸々、いまだ攻略法がつかめてないぜ。丸々と丸々の間に行ってこっから右押しバー。なんかさっき全自動っぽかったんだけど、え、めちゃめちゃいいじゃん。いけそのままゴールまで行け。ただ私分かったかもしれません。丸々の左上ら辺に乗ってれば上に届かないんだよな。だからちょっとずつこうやって調整しながら行けみたいな。絶対これだよ。はいはい、攻略法見つけたぞ。さあ攻略法も分かったところで集中浮き輪。しかしこれ丸々の左だけを狙っていけって意外と難しいのよ。丸々の左に星みたいなのがあるじゃん。そこに落ちるように狙っていこうか。跳ねすぎなんだよ。いやあんなの急上昇しすぎて笑うしかないやろ。飛んだイレギュラーですよ。僕の動画が急上昇に乗るというイレギュラーが起きてほしいですね。するわけねえやろ。いやこれいいじゃない、頼む、よし頼む、ゴールしてくれ。ワンナップ出ちゃうやか。今の時間で足りんのやったら最初飛んでいくしかないよな。あ、これいいんじゃない、ニコ飛ばしでいけたね。でここで一回も失敗しないように向こう側まで行ければゴールできると思うんだよな。いや絶対これゴールだろ。しゃーいやこれ最速通ってほしいわ。かなり頑張ったよ僕。来た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 、また最速を通ってしまいました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。